パークイグニション、東京渋谷のスパーク2045からお送りしています。番組パーソナリティの黒田ありさです。私はタレントとして宇宙飛行士になることを目指しています。そしてはい、衆議院議の鈴木啓介です。今日どうぞよろしくお願いします。お願いします。ファシリテーターはイグニションポイント株式会社コンサルティング事業本部マネージャーの木塚達成さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。グラフィックファシリテーターは池田郁美さんです。よろしくお願いいたします。池田さんは一般社団法人グラフィックファシリテーション協会の認定プロフェッショナルとして、対話を絵に描くことで場を活性化し、多くの企業団体の課題解決に携わっていらっしゃいます。それでは木塚さん、今週のディスカッションのテーマを発表してください。はい、RPA ロボティックプロセスオートメーションの今と将来動向、各パネラーが RPA において関わっている現在の状況取り組み。はい、RPA。 RPA なかなか聞き慣れない、はい、聞いたことありました？これまで。いえ、なかったです。何か遺伝子の何か、ね、なんかロールプレイングなんかかなみたいな、そんな感じで。そう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 、うん、ロボティックプロセスオートメーションの略だそうですね、うん、なんかあれですよね、その結構オフィスのデスクワークとかを自動化するみたいな、そんな話だということをちらっと聞きましたけれども、はい、今日なかなかね、あのディープなそんな話題になりそうですね。話が聞けそうですね。はい、はい、それではパネリストの皆さんをご紹介します。一般社団法人日本 RPA 協会代表理事で RPA テクノロジーズ代表の大隅信之さん。こんばんは、大隅信之です。よろしくお願いします。お願いします、はい、オートメーションエニウェアジャパン代表のスリニ・ウナマタラさん。こんばんは、オートメーションエニウェアのスリニ・ウナマタラです。よろしくお願いします。お願いします。東芝メモリ株式会社デジタルプロセスイノベーションセンターセンター長の久保哲也さん。こんばんは、東芝メモリの久保哲也です。よろしくお願いします。お願いします。なんか今日すごいね、なんかそうそうたる面々というか、はい、そうですね、しかも初めて外国人の方にもお越しをいただいて、はい、なんかなかなかあれですね、インターナショナルになってきましたね。うん、そうですね。はい。はい。それではですね、本日の一つ目の質問としまして、まず自己紹介と、そして RPA にどんなふうに関わっているかを教えていただきたいと思います。また RPA ということがあまり詳しくわからない方もいらっしゃると思いますので、うん、大隅さんにそのあたりを、はい、はい、説明していただければと思います。日本 RPA 協会の理事ということで、なんか一番説明をいただけそうな感じがしますけど、非常に難しいですけど、結構これは大きな団体なんですか、 RPA 協会。まあそこそこかもしれないですね。あ、そうですか。はい、まあ、RPA という、まあ、これ完全なバズワードなんですけど、まあ、2016年1月に、はい、日本に到来しまして、この2年間でものすごく全国的にまあ、ブーム。あ、2016年なんですか。そうですね、この、はい、言葉自体が来たのがもう2016年1月で、逆に2015年12月ではなかったですね、日本ではですね、言葉としてそのなかったので。アメリカとかが早いんですか。ですね、僕の記憶だとその RPA ロボティックプロセスオートメーションという言葉の正確な定義ってまずないですし、じゃあこの技術的にも、まあ、これ後でご説明しますが、はい、マクロなので、これ世界同時多発的にこのマクロの技術を応用したっていうのが、まあ、事実で。マクロっていうと今おっしゃった、レコーディングですね。パソコンの操作をこう記録するような、これ技術的には昔からコアなものもあったわけなんですね。はい、でところがその僕の記憶だと2014年ぐらいだと思うんですが、あと4年前ぐらいですね。そうですね、全米アウトソーシング協会のフランク会長っていうのがいまして、はい、その会が RPA 協会っていうふうに名前を変えたんですね。アウトソーシング協会が。そうです。なんかいろんな協会が。そうですね。ビジネスプロセスアウトソーシングのような、そういう団体が。基本やっぱりビジネスをアウトソースするツールなんですよね。そういうことで、まあ、欧米では取り組まったんで、はい、それでその RPA というワードが、まあ、使われたワードとして非常に、使われてきたということで、まあ、自己紹介になるんですけど、はい、私自身が前職コンサルファームにおりまして、はい、でそこは2000年に起業してですね、まあ、18年間
新規事業を作るという活動をずっとしてまして、RPA の接点はちょうど10年前にですね、ビズロボという当時はテストの、僕も SE だったので、システムテストをこう自動化するツールがあったんですね。ビズロボって言っても別にそのバーチャルにあるようなロボットではなくて、そうですなくてなんですね。はい、なんで、そういう技術を使って、人がやってる作業をですね、レコーディングをしますと。でそれをレコーディングされたものをデジタルロボットとしてロボットを派遣するビジネスを始めたっていうのが10年前なんです、ね。それがしかもだから繰り返しますけれども、リアルなロボットではなくて、というところはこれ多分鍵なんですね。ソフトウェアの、ソフトウェアのロボットということで、要するに人材ビジネスを10年前に僕はビズロボということでスタートして、これは今でもあんまり変わってないんですが、それでその日本だとそのいわゆるデジタル労働者というかロボットを派遣するようなこととか BP をやってたんですけれども、日本だと2013年、まだ RPA とかいう言葉はない時に、金融機関のバックオフィスの事務センターでこのロボット事務センターと言ってたんですが、そういったものが徐々にこうでき始めて、金融機関のバックオフィスっていうとやっぱり伝票処理とかね、伝票処理とかチェックとか打ち込みとか、そういう人が朝から晩までこう、ある意味同じような作業を繰り返しやってる。で要は一番最初にやったプロジェクトは80人ぐらいでやっていた申し込み書の認識チェック登録っていう事務だったんですね。で人間がやるともちろんミスが起こるので、手書きの申し込み書ですよね、多分ね。そうですね、それでミスが起こるので80人の体制ってダブルチェックしてるんですね。要はなのでそういう80人の人が8時間かけてやるんですが、そこで我々のそのビズロボのロボットを派遣するということで、全ての仕事を全部代行はできないんですが、それでも8割の繰り返し作業をロボットにやらせることで、結局8時間の仕事が1時間で終わるんですね。で人は10人ぐらいで済むという、こういうですね。多分ラジオ聞かれてる方まだイメージが湧いてない気もするんですけども、例えばその申し込み書の処理を最初されたって言ってましたけども、実際そこは申し込み書がありますよね。例えば何とか誰べって申し込み書があったとしたら、そこからどういう形でこう RPA は絡んでいくんでしょうか。全て RPA でやるわけではないんですけれども、当時はですね、その申し込み書の処理を原本をまずスキャニング、スキャンをかけますと。スキャンする。スキャンする。そうするとなんか多分字がよっぽど汚くない限りは読み込んでくれると。読み込んでくれて、そこにいわゆる文字を電子化すると、これ RPA じゃないですね。電子化 OCR でしたっけ。にわか勉強でしょ、ね、OCR、勉強しました。それを使って電子化した後にそのデータをチェックしたりとか、それから打ち込んだりとか。チェックっていうのはどういうチェックになるんですか。いろいろですね、特に金融機関のバックオフィスのチェックっていうのはもういろんなチェックをしなきゃいけなくて、例えばまず分かりやすく言うと申し込み書に捺印をしてあるかどうか、これ不備になりますね。そうですね。それから申し込み日がちゃんとその引き受け基準に合ってるかとか、もう単項目のチェック、それ複合目のチェックっていうのがもう、当時ロボット事務センターを作った時に約200近いチェックルールがあったんですね。それを今までだとそのいちいちこう人がパソコンでこうチェック作業すると、そういうことなんですが、基本決まったことなので、そのチェックルールをその代行するソフトウェアロボットを設定すれば、ひたすらこう繰り返しこの項目をチェックしてくださいということをちゃんとやってくれると。そういうことです。なるほど、そうするとそのスピードっていうのは大体その人間がやるよりもはるかに速いわけなので、全体としてはその1日人間だと1日かかる仕事が1、2時間で処理をすると。ただ 100% じゃないですね、であとはそういう例外的なことが起こったりもするので、それは残りの人がカバーすると、そうすることで約その時は13人ですね。ロボ80人で全部人がやってたことが人間は13人で総合的な判断をしたり、ロボットの例外処理をするということで、残りはロボット君が仕事をしてくれると、こういうことが2012、3年に日本で初めて誕生して、そこから銀行さん中心に導入が進んでいったと。で、
まあ、ちょっと教会の話になるんですが、うん、まあ、2016年1月にそのあれ覚えてるんですけど、あのバズワードが到来して、うん、まあ、一気にこう全国に広がってきたという時と同時に、じゃあこの RPA 元年だったんですか。元年ですね。その時に経産省の方々が、あの次とかコンサルティングファームさんとか経産省の方から問い合わせがすごく入ったんですよ、年明けた瞬間に、うん、はい、でそれでそのデジタル労働者っていうのをその見せろと、実際にロボットが動いてるっていうところを見せろっていうことで、毎週こう僕らロボットで BPO やってたんで、あ、だからデジタル労働者って結構分かりやすい言葉かもしれないですよね。 それで言うとね、ちょっとなんか今日せっかく公開収録なんでね、来てる皆さんに聞いてみたいんですよ、はい、今ので RPA なんとなくイメージできた方ってどのぐらいいらっしゃいますか。手挙げてほしいぐらいですけど、ただ5万人ぐらい今日公開収録来てるんですけども、だいたい2000人ぐらいの方しか手挙げなかったですね、これね、はい、本当に申し訳ないです。あのもうちょっとじゃあ、あの噛み砕いて徐々にちょっと話を聞いていければなと思いますよね。ありがとうございます。はい、それでは宇奈またらさん、自己紹介と RPA との関わりについて教えてください。はい、ありがとうございます。あの私が今日本に来て、あの25年、あのやっぱりあの93年頃に日本に来てて、結構前ですね。そうですね、消費税が何パーセントだったんですか。3% の時代なんとそんな時代ですよ、まあ、バブルが弾けてちょっと少しあの入ってきましたけども、あ、じゃあバブルはご存知ないんですね。バブルはちょっとご存知、ジュリアナとかも行かれてないってことですね。わ、はい、かりました。はい、で、あのそのまあ、ずっとその時から今までずっと日本にいてですね、あのそもそもどこから来られたんですか。あ、私はちょっとインド人です。インドから、はい、あのインドのどちらですか。違う、南インドのハイデラバードという、まあ、はい、IT の都心地ということもあるんですけれども、そこからあのそこでやっぱり大学を、コンピュータースを大学を卒業して、はい、あのその当時あの野村総合研究所 のいわゆる SC として入って、あ、インドで野村、そうですね、そこの関連会社に入って日本に、あの出向で入って、まあ、ちょっと日本に、まあ、いわゆるそのすごくあのハマって、もう日本にもう、はい、ずっと今。じゃあ当時から日本語は結構喋られてたんですか。まあ、多少喋ってたんですけども、やっぱりあのその時いろいろ日本語もしか使えないという環境だったんで、やっぱり一生懸命日本語を漢字もう勉強しました、ね、本当に今なんかの、はい、日本人方で最初思いました。いやいや、ありがとうございます、はいはい、まあ、そういうことであの日本に今来て、まあ、ずっとこの25年もですね、あの、まあ、昨年末まではあのやっぱり IT アウトソーシングというか、まあ、先ほどちょっと話が出たんですけれども、はい、あのやっぱりあのそういったあの営業をしたりとかですね、あの98年にもあのあるあの US アメリカのコンサルファームを日本に立ち上げて、そこからあのやっぱり IT あのグローバルアウトソーシングとかそういったことをずっと経験をしてました。じゃあずっとその、まあ、アウトソースという意味で RPA の関係の仕事ということですか。その時今おっしゃるあの、ね、はい、おつめさんがおっしゃったように RPA という言葉なかったんですけども、やっぱり基本的にあのアウトソーシングをずっとやってて、まああのそこであのちょっと反省もあるんですけども、やっぱりこう日本からこうアウトソーシングはなかなかこう成功していないと、あのまたこう、まあ、日本語とかですね、まあ、いろんなこうスタンダードがあって、やっぱりちょっとこううまくいっていないと、まあ、あのということも結構あの反省してて、確かにその当時はまだ結構ね、全部の会社が自分の内政でやりたがる時代ですよね。内政でやりたがって、やっぱりこの海外に持っていこうと思って、ちょっとまだいろんな失敗が出たりとか、まあ、そこでまだ反省があって、そこでまたちょっと直したりとか、まあ、それずっとあの20年もやってて、はい、やっぱり振り返ってみると、やっぱりなんかこう一つこう、まあ、あのそう時期が超えたかなと、うん、やっぱり最近 のオフショアとかそのグローバルアウトソーシングも あるんですけども、それよりやっぱりあの反省のこともあって、やっぱりインソーシングですね、この逆のことで、やっぱりインソーシングをするということが結構あの流行ってると。インソーシングというと具体的にどんな感じなんですか。例えば今までアウトソーシングしたことを日本にあの持ってこようと、はい、ということを逆に言うとですね、まあ、そういったこともあるんで、やっぱりあのいわゆるその今先のこの RPA というか、あのソフトウェアロボットは逆に何をできるかというと、この人の代わりにやるわけだから、はい、あれ人をサポートしながらやるわけだから、はい、あの一方は仕事を日本に持ってきてもできると思うんですね。
ああそうですね。そうアウトソーシングは人がいないからアウトソーシング海外にいろんなセンターとか作ってたのがそう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 これから日本の国内でもできると。そうですね。だから日本に人がいないとか日本がコストが高いから外に持っていきましょうという動きがあったけども、このデジタルロボットというかさっきのねあのソフトウェアロボットはどっちかというと、はい、あの日本の環境でも言葉も別に関係ないからもう24時間も働くわけだから人と文句言わないから、はい、あのそういうこともあるんでやっぱり日本にやっぱりこうそれ考えて私はこれからあの私もちょっと気持ち振り返ってやっぱりアウトソーシングずっと25年もやってきたんですけれども、じゃあこれからちょっとインソーシングもちょっと考えよう、まあ、日本の企業日本の経済にある意味で貢献できるかなと思ってて、やっぱりそこにあのソフトウェア会社のやっぱりオートメーションエニウェアというのがやっぱり世界一 の, あの RPA という業界では世界一なので、これはどこの会社になるんですか。これはサンフランシスコ、あのアメリカ の,、はい、あのサンフランシスコのやっぱりこう会社なんですね。アメリカが一番進んでるっていう印象ですか。そうですね、やっぱりこのテクノロジーの面で見てもあの、はい、こういった RPA にしても、まあ、結果世界一ですかね。例えばうなまたらさんのインドとかは RPA っていうのはかなり普及してるんですか。あるいはまあ逆にあの 人にアウトソースできるからあんまり普及してないですか。そうですね、あの両方もちょっと今あって、あのこれもしかするとこれからインドもこうオートメーションいわゆる RPA のちょっとこう元なんですけども、オートメーションの国にもなるかもしれないという話もあるんです、まあ、いわゆるオートメーションというと普通 の, あの工場とかのオートメーションもありますよね。あのそうです、ソフトウェアの自動化というね、はい、自動化をあのの国にもなる可能性もあるという一つあの話題もあるんですけども、まあ、あのでもやっぱりあのアメリカが世界一ですかね、あのオートメーションというかあのロボティクスに関しては、まあ、ロボティクスプロセスオートメーションに関しては世界一です、まあ、そういった気持ちもあって私がちょっと、まあ、日本でもう25年を仕事をしててやっぱりいろんなお世話になったんで、はい、まあ、ある意味でこう恩返しの気持ちでもあってやっぱりあの日本の企業様に貢献できる、それを考えるとやっぱりデジタルワーカーいわゆるデジタルあの労働者という、ね、話で、まあ、そういった方がそういったものを、まあ、テクノロジーを使ってやっぱり日本の企業様に貢献できたらなと思ってやっぱりこの会社の、まあ、代表になっていますというのが簡単な、多分昔からデジタル労働者デジタルワーカーという概念は多分あったんですよね、おそらく そこそこ昔から。そうですね、そうですね。それで言うとさっき大角さんはあの2016年が RPA 元年だったというふうにおっしゃってましたけども、実は2016年でガラッとそのそういうなんていうかなデジタル労働者みたいな話からこうバージョンアップしたっていう感じなんですか、それとも名前がついたっていうそういう感じなんですか。名前がついたということは正しいと思うんですね。あのやっぱりこう自動化というのがもう昔からあることなんですね、まあ、20年からも、まあ、オートメーションということがあるんですけども、それはまあ徐々にこう進化してきて、まあ、テクノロジーもどんどんいろんな面で入ってきているんで、まあ、例えばデジタル労働者、まあ、その一歩先は例えばあの RPA とかですね、そういう話もあのこうあのもうちょっとかっこよくこう名前をつけてるとかなと思うんですね。あのじゃあまた、フロアの皆さんに聞いてみたいと思いますけどもRPA について、なんとなく分かってきたという方もう一回手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。ちょっと増えましたね、はい、もう一息です、はい、4000人になりましたね、はいはい、それでは久保さん自己紹介とあと RPA との関わりについて教えてください、はい、東芝メンバー久保です。私はあの1990年に、東芝の方に入社して、はい、あの東芝の生産技術研究所というところに入りまして、じゃあ最初じゃ RPA というよりはもう製造とか研究の方、はい、ということですね、はい、じゃあね、はい、大学の時にロボットを研究してまして、これは本物バーチャルなロボットです。あ、バーチャルじゃなくて本当にあの我々がイメージしているようなロボットですね。あ、そうです、モーターとかセンサーを使って、はいはい、でそういったロボットを研究してまして、で その生産技術研究所に入って、ものづくりをあのやりたいということで入りました、はい、でそこで、そういう自動化する機械を、研究するところに、携わって、これはだからその工場のラインとかの自動化という意味の方の自動化ですね、はいはいはい、で当時はあの半導体を作る機械の設計と開発をやってました。なるほど、なかなか理系な感じがしますね、はい、例えばどういうものに使われている半導体なんですか。まあ、当時は携帯電話に入っている、その液晶画面に使う半導体とかですね、まあ、今のスマホにも、多分入ってますけども、当時もっと大きい半導体だったんですけど、はい、そういったのを
ね、かなりサイズがどんどん時代とともに小さくなってきてますよね。はい、で、10年ぐらいそういう自動機を開発して、はい、その後工場の全体をその管理するシステムの開発をしてました。なんかだんだんちょっと RPA の出会いに近づいてきた感じがしますね。はい、で、2010、2004年ぐらいですね、あの半導体を作る工場を自動化にしましょうという、うん、そういうプロジェクトがありまして、はい、その機械から機械に半導体をこう自動で運んで、自動で処理をして、はい、で当時人が運んでたものを無人化をしていくと、まあ、そういった仕組みを、開発しました。でその後、いろんな、システムを担当して、まあ、営業のシステムとか調達とか、はい、で、見える化とかをしてみんなでこう情報を共有するという、そういう仕事をしてきました。で、まあ、RPA の関わりですけども、はい、その自動化、工場を自動化するってことは、自動で動くためにはこうデータを与えて、そのマスターデータをその設定値ですね、うん、それをたくさん与えないといけないんですね。例えばそれはここのラインからここのラインまで、このぐらいのペースで持ってってくださいとか、はい、そういう意味ですよね。 そうです、それは、はい、今日は何品種5品種作るとか、はい、1品種1製品作るに10工程動かなくちゃいけないとかっていう、全部その数値を入れる必要があります。これ全部打ち込みをして、そのコンピューター制御をしていくっていうことになるんですよね。はいはいはい、でその打ち込むところに人手がかかってて、はい、間違いをしないように2人でチェックしたりとか、そうやってあのデータを全部入れると、まあ、自動で工場が動くと、はい、でその工場がこうどんどん増えていくと、人手がこう足りなくなってきて、はい、24時間こう、2交代でデータを入れると、それくらいデータが増えてきたんですね。しょっちゅうそのデータをこう入れ替えなきゃいけないんですか、はい、やっぱり新しい製品が出てくるので、製品が変わるごとにデータをこう入れ直すと、はい、でそういう何百何千というデータを入れなくちゃいけないっていうことですね。でその時に、何かもっとうまく、入れる方法はないかということで、はい、そうコンピューター上にロボットを入れれるというこの RPA があるということを聞いて、この RPA を使ってデータをまあ自動でまあ入れてもらうと。例えばそれは元のデータっていうのはなんか紙がなんかあ、そうですね、Excel でデータになっていって、 Excel のデータをコピーをして、そのシステムのデータにこう転記するということです、はい、で複数のシステムがあるので全部に入れてチェックをして、はい、もうスタートという形になります。そこはだからそのこれまで人がやってた時には一個一個打ち込まなきゃいけなかったけれども、はい、この RPA の、まあ、システム的にやると、一気にそれがやってくれると。そうですね、はい、人と入れるのにこう8時間ぐらいかかるものもあって、はい、そうすると途中で眠くなったりとか、打ち間違いとかも、まあそうでしょうね、やっぱりこうトイレに行ったりとか、はい、どこまで入れたかなとかそういうこともあるんですけども、 RPA だと休まず働いてくれるので、あの間違いも減るし、うん、こう休み時間もちゃんと取れると、はい、まあ、結構なんか決まったことをちゃんときちんとやってもらうという意味ではなんかすごく便利そうな感じがしますね。はい、先ほど控え室で大隅さんに教えていただいたんですけど、あの、まあ、グランドピアノで自動でこう弾いてくれるピアノがありますよねと、まあ、あれもあの信号をある意味こう打ち込んで、実際にまあ人がやったりその情報を打ち込んだものがあそこで自動的に反映されていると。でそれがもっと複雑化したものが RPA ということなんですよね。はい、そうですね、はい、あの電卓で例えると、はい、あの計算書やちゃんとアプリケーションで作りましょうと、うん、ただあの 1+3 は5とかってこうボタンを押す操作を今まではその人がやらなきゃいけなかった、うん、それを人がやらなくてもいいように記録をして任せるっていう、代行させるっていうのが、うん、その RPA とアプリケーションの大きな違いかなと思いますね、はい、なんかよく AI、人工知能と RPA、はいはいはい、なんかすごく近いようなコンセプトな気もするし、はいはい、あの一緒かぶるのかなって気もするんですけど、 そこはどんな感じのせいなんですか。ですね、あのやっぱり本質的にはそのデジタル労働者、いやデジタル人間というふうに例えれば、はい、今僕らはのステージ1からステージ5っていうフレームワークをちょっと
提唱してるんですが、価値判断ができるかできないかとか、そんな話ですよね。そうですね。今はそのルールベースもしかできないですね。さっきの東芝さんの話ですが、 Excel の電子データを何か処理する、はい、決まって押してできないと、はい、で次のステージ2っていうのはさっきあのおっしゃったあの OCR、 そういうロボットに言った人間立ての目ですね、ちゃんとそういうものを見れるようになる。でステージ3っていうのは AI ですね。今手足に人工知能をつけていくっていうふうに、デジタル労働者がどんどん高度化していくという。ということはステージ1はExcel みたいなこう電子データから入れると、でステージ2はさっき の、 あの OCR みたいに紙である、まあ汚いのは問題として、まあ綺麗そうな文字だったらそれを組み込めると。でステージ3になるといろいろちょっと判断ができるようになってくるっていうことですか。あの一番今ステージ3のデジタルレーバーを例えば汎用的に提供されている会社さんっていくつかあるんですけども、あのまあ、こういうイメージですが、ブレインパッドさんという、まあ、データサイエンス の、 その一部上場の会社さんは、はい、まあ、もう昔2014年からステージ2のロボをやってるんですが、いわゆるあの彼らが言ったその欠品予測ですね、欠品予測して発注するっていうこと、例えば、まあ、例えばコンビニの店長さんとかっていうのはやってるんですね、はい、でその発注する作業って今の、まあ、今我々がやってるそのステージ1の RPA ツールでできるんですね、はい、ところが欠品を予測するっていうことは今人間の頭もしくはそういったアプリケーションを見ながら最終的に人が判断するんですが、はい、そこにその AI のアルゴリズムの欠品予測のモジュールを作って実装すればいけるという。例えばそれで言うとあれですか、その気温がどのぐらいの時は冷たい飲み物がどうだとか、そういう方程式があるものっていうのは RPA でできると、はい、ただ大量のデータの中から、はい、例えばあの現場で僕もそのよく家電量販さんとかねやってましたけど、欠品するなって言われても難しいね。じゃあ 何万という商品、まあ、誰がどう来るか分かんないですよね。そうなんですよね。そういうのはやっぱり統計処理によってある程度の確率統計で予測をするというアルゴリズムっていうのはまあ知能としてあるわけなんで、まあ、4月には洗濯機がたくさん売れるでしょうみたいな ね、 そういう話ですよね。なんでそういうものをその今の RPA のステージ1にくっつけるとより高度な労働者になるということで、実はあの工場もすごい多いんですよね。 IoT のセンサーがどんどんつきますと、そこから故障検知のモジュールっていうのは予測モジュールがあるんですよね。でその IoT のセンサーがデータを持ってくるところが非常に大変で、さっきもおっしゃったと思うんですけど、そこは今の RPA が全部持ってくると。完全にルーティンのものっていうのはもう本当に初期段階の RPA でできるっていうことなんですね。じゃあね、はい、で人工知能が回ってこの部品このラインはもう故障しそうだっていうと、今度はあのそのモジュールが統計値出しますと。でそれまた受けて RPA が Twilio を使って携帯に電話したりとかメールを送って知らせるっていう、そういうもうより高度な業務まで代行できるっていうのが、まあ AI と RPA の今のその融合の形って、具体的に今具現化は結構されてきていると思いますね。結構なんかあれですね、人がやることでどこまでこうアウトソースできるかって考えると、単純労働のところで RPA っていうのは多分最初にアウトソースできてて、でやっぱり AI が入ってくるとよりなんていうかな、高度なところがアウトソースできるから、で人間としては本当にクリエイティブなところに特化できるということですよね。なるほど、はい、それではですね、ここでグラフィックファシリテーターの池田郁美さんの絵を見ていきたいと思います。池田さん、今日描かれて何か感じたことはありましたか？パソコンの絵がいっぱい出てきたなと思ってなんかデジタル労働者とかパソコンの中にロボットを入れるとかすごい分かるようで、実際想像するとどういうことなんだろうっていうのがまだちょっとはてなっていう感じです結構なんかリアルなロボットがたくさんいますよね。あ、そうです、ね、バーチャルじゃなくて、はい、ただ結構だから確かにハードウェアなビジュアルで見るの難しいですよね、こういう話でね。相当頑張っていただいた感じがそうですよ、ね、しますけども、はい、はい、さあ鈴木さん、今週はいかがだったでしょうか？6割ぐらい分かった気がしますけれども、うん、どうなんだろうっていう感じですね。分かりました？いや、私も本当になんかこうついていけるところとお話を聞きながら、こうポーンとどこかに飛んでいってしまって、あ、
いけないいけないっていう戻ってきなさいっていう時があって、理系の黒田さんにして、ね、そうですね、なんかちゃんと今回で分かりたいなと思いますね。はい、ということで木塚さん、来週のテーマの発表をお願いします。はい、RPA の活用例および現在見えている課題、その対応状況になります。はい、ちょっとねお時間がまだまだ足りないんですけれども、うん、ちょっとね RPA 結構難敵ですね、うん、これね、はい、まず今回は RPA とは何なんだろうということを、はいはい、ちょっとじゃあ来週深めていきましょう。はい、そろそろお時間となりました。皆さん来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。